イデミツコ産株式会社は、東京都千代田区に本社を置く日本の企業である。石油生成、石油化学、電子材料の製造と販売、また EV 大次世代電池の全固体電池の主要材料となる固体電解質の研究開発にも力を入れ、数多くの特許を保有している。1949年に、石油元売り会社に指定された。創業者は、 イデミツサゾウ。2019年4月1日、経営統合により、昭和シェル石油を完全子会社化してからは、トレードネームとして、イデミツ昭和シェルを名乗っている。2021年4月より、全国に約6400箇所ある、サービスステーションのブランド名を2023年までに、アパロステーションへ統一する予定である。イデミツサにより、 福岡県文字で日本石油の潤滑油の特約店の井出光商会として1911年に創業。1940年に現法人が設立され、戦後高度経済成長の波に乗り、石油の輸入、生成を手掛ける民族資本の元売り大手として発展した。2000年代前半までサントリーや竹中工務店、ロッテ、ヤンマー、小学館、矢崎創業、 YKK、郊は、佐藤製薬、大日本女中菊などとともに、非常上の大企業として知られていた。そのため、長らく資本金10億円という、過小資本状態であった。時代背景から開かれた企業を目指すべく、2006年10月24日に、東京証券取引所一部に上場した。なお、創業時より標榜していた、大家族主義のもと、 長年タイムカードや定年制がなかったことでも知られていたが、それらの監修が上場に際しての障害となる可能性があったことから、上場に先立って一般的な企業と同様に勤務時間管理及び定年制を導入している。企業のロゴマークは2種類存在し、燃油及び自動車高級潤滑剤にはギリシャ神話のアポロンをイメージしたアポロマークが イデミツの筆文字ロゴタイプは創業者、イデミツ作像の記号であり、同社の登録商標である。かつては広く用いられていたが、ガソリンスタンドでは、ローマ字のイデミツ表記が中心となり、徐々に使われなくなっていた。現在は、国内では、イデミツ美術館のみでの使用となった。会社としてのロゴとしても、アポロマークを用いているが図柄が2006年と2020年に、 マイナーチェンジされており、2020年のマイナーチェンジでは、同時に会社のブランドとしてのローマ字も小文字の、イデミツに改められている。2021年からガソリンスタンドのブランド統一に着手すると、日本経済新聞で報じられ、その後、イデミツとシェルに分かれているガソリンスタンドのブランドを2021年4月以降、順次、アパロステーションに統一することを発表した。 このため、日本市場で外資系の石油元売りが展開する有名ガソリンスタンドが消滅するとともに、日本でも長年にわたり、親しまれた貝殻マークのシェルのガソリンスタンドが国内から姿を消す。主要関係会社として、アストモスエネルギー、イデミツタンカー、イデミツオイルガス開発、イデミツエンジニアリング、アポロリテイリング、イデミツクレジットがある。 サービスステーション運営の主要会社としては、子会社の井出光リテール販売、沖縄井出光、そして、グループ企業ではないが関係の深い宇佐美交友が挙げられる。昭和シェル石油との系統合以来、本社機能は、定劇本社、ダイバオフィス JP、タワーオフィスに分散されていたが、2020年12月21日に、お手町ワンタワーに移転、集約した。 経営統合及びトレードネーム、いでみ昭和シェルの使用開始後のキャッチコピーは、昭和シェル石油と共通で、人は無限のエネルギーであり、2021年1月末からは、人と人がつながるエネルギーも用いられている。トレードネーム使用開始前は、石油を大切に、次の活気へ。モーション、ほっと安心、もっと活力、きっと満足。いでみの約束。 日本にエネルギーをネクスト i d e m の5種類を使用していた。括弧内は1日あたりの原油処理能力。イデミツ i t グループは2019年4月1日現在、誤会社94社及び関連会社48社で構成されている。ミドカードインフォーメーションミドサルサ夢先案内人、スイートメモリーズ経営統合前、経営統合後現在太字は、 イデミツ交算単独提供番組、提供クレジットは、イデミツとして表示されている。過去イデミツに関するカテゴリー、ありがとうございます。